はい、それでは第1のセッションになります。個別最適化の今を考えるということで、今ご登壇いただいております、文科省の板倉さんに、ご登壇いただくことになりました。すいません、時間のないところ、よろしくお願いいたします。板倉さんには後半もまた出ていただきますので、ちょっと前半少しご予定があるということで、少し巻き気味にご説明いただけたらと思います。すいません。はい、ありがとうございます。ご紹介いただきまして、私文部科学省初等中等教育局の企画官の板倉と申します。いろいろと編入させていただいております。で、今日先ほど佐藤先生のお話から考えますに、どちらかというと私からは技術というよりかは、どちらかというと教育学習のそのものの観点からのお話と、それから短期と長期で言えば、どちらかといえば短期的な、特に技術的な面についてはですね、お話をさせていただいて、おそらくそのデータの話等々はですね、私の後に桐生さんの方が、文科省の同じ桐生さんが説明してくれる予定ですので、そちらの方に私をしたいと思っております。それではよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。それではまず課題と現状認識からご説明させていただければと思っております。まず、ピザ2018から明らかになったことでございます。国際学力調査ですね。で、これご覧いただきますと、まず、国数理のですね、国際学力調査で、OECD 加盟国最下位だったということでございます。そして右下にありますけれども、学校外での平日のデジタル機の利用状況ですね。放課後であるとか家であるとかということですけれども、そして見ていただくと、ネット上でチャットをするとか、一人用ゲームで遊ぶとか、いったことに関しては、最下位であったと、トップであったということです。逆にコンピューターを使って宿題をするに関しては最下位だったということで、要はエンターテイメントにですね、極端に使用が偏っていると、逆に学習系では全く使われていないというのが現状であったということになっております。これは非常に日本の特徴として注目すべき点だと思っております。そしてスマートフォン等の使用時間です。これですね、私ここで言いたいのは、スマートフォンが悪いということが言いたいわけではなくて、今スマートフォンがどの程度利用されているかということを、単純にお話をしたいと思っているわけなんですが、先ほどのような、利用がエンターテインメントに偏っている中で、一番平日の使用時間で見ていただくと、その2時間から3時間が一番多くて、休日だと3時間から4時間多いんですけれども、やはり6時間以上使用している子がかなりいるというのが特徴的だというふうに思っております。で、また、スマートフォンの休日の使用時間が、ほとんどその、多いほどですね、例えば6時間以上やってる子というのは、55.3% 家での勉強時間がゼロであるということですね。ですので、今、残念ながら、そのスマートフォンに関して言うと、やはりその使われ方というかですね、その部分が必ずしも、なんていう、バランスの取れたものになっていないのではないかという点でございます。ここは、やはりスマートフォンを悪者にするというよりかは、スマートフォンとどう付き合っていくかというところで、やはりもう少し、考えていかなきゃいけないのではないかという点がございます。そして、ピサといえば国際学力調査なわけなので、これ読解力の部分なんですけれども、読解力の問題文をご覧いただくと、これちょっと小さくて申し訳ないんですが、今、2018年からですね、実は2015年までもコンピューター使用型調査だったんですが、それまではですね、実はペーパーテストを単に、スキャニングしてというか、そのままコンピューターテストにしただけだったんです。それが2018年調査から7割が新規問題になってですね、中身がオンライン上の多様な形式を用いた課題文になっているということです。で、そうすると当然なんですが、ウェブ形式に中身もウェブ全部が全てがウェブになっているということになっていて、で、問題もですね、標準的な問題をまず解いて、できなかった子は簡単な問題、できる子は難しい問題になっているという現状にあります。そして当然回答の仕方もドラッグ&ドロップであったりとか、スクロールであったりとか、あと、どちらかというと難しいと思われるのは、その複数の文章をタブで切り替えながらですね、比較して読むということになります。で、日本のテストってやはり基本的にはペーパーがほとんどでございますので、そうすると今まであれば、その下線を引いたり、折れ線を、紙を折ったりとかですね、そういった方略ができたわけですが、そういう方略が使えなくなっていると。一応下にメモはできるんですけれども、やはりペーパーのテストの時とかとは違った取り組みをしなきゃいけないというのがあると。いう状況でございます。で、これはポイントになるのは、 OECD がこういう問題を出しているのは、社会人になった時にこういう力が必要であるという考え方で出しているということでございますので、そういった意味でこういう観点での読解ができていないのは課題であるというふうに我々としては考えているということでございます。
そしてテキストから情報を探し出す問題も、例えば先ほどで言えばタブをうまく使えなきゃできなかったりするわけなんですよね、スクロールとかですね。であとは、やはりインターネットの文章ですので、その質と信憑性を評価するというのがより大事になってきます。前の紙ベースであれば、編集が入ったりしてですね、誤字脱字がなかったりとか、言ってる人の立場もバランスをとって新聞とは報じてることが多いと思うんですけれども、そういうことはなく、やはりそういった、ある程度こう、批判的に読むというかですね、そういった力が必要になってくると。いうことでございます。そしてこれ前から日本の実はこのピザで苦手とされているところなんですけれども、自由記述式の問題において自分の考えを他者に伝わるように根拠を示して説明することが課題であるということでございます。こういった観点で、言語能力とか情報活用能力いずれもしっかりと伸ばしていくことが必要であるということでございます。そして今 ICT の部分で言うとですね、これは全国学力調査の結果なんですが、やはり子どもはもっとコンピューターを使いたいと思っている。しかしながら学校では使われていないという状況であったというのが、これまさにギガスクール構想前の状況であったわけでございます。でそうした中で、授業の本質的な話で言うと重要だと思うのは、当然国際学力調査の結果がいいということは大事で、もちろんあるんですけれども、例えば TIMS という調査では、日本は国際学力調査、この前の結果もですね、上位だったんですね。で、むしろ、我々として関心が高かったのは、その楽しいというのがどうなったかというところでございます。で、これご覧いただくとですね、ありていに言えば、小学校の理科は国際学力平均を、国際平均を超えました。ですので、一定程度、この楽しいという授業ができているというふうに子どもたちが思っているということになっています。ただ、残りの、中学校理科、あるいは、算数、数学ですね、に関しては、まだ楽しいは平均を超えていないという状態になっています。ただ、上昇率で見るとですね、11% から 17% 全体伸びていて、国際平均はその間 4%、5% しか伸びてないことを考えると、日本の授業改善は進んでいるというふうに我々は受け止めています。例えば、実はですね、この楽しいと国際、学力が高いというのを併存するのは実は難しいことでして、例えば、日本のところで、日本より点数が高いといえばシンガポールです。シンガポールは楽しいと、実はその学力両方ができてるんですけれども、残りは例えば台湾とか韓国には日本より楽しいが低いと。状況にありまして、やはりこの2つをその併存させるのはなかなか難しい問題なんですが、少なくとも今改善の傾向は見られているという理解でございます。そして令和の日本型学校教育とギガスクール構想でございますが、中央教育審議会答申でございます。でその中でまずどういったこれがこれ1月に出たものでございまして、今日は参考資料でも読んでいただいたらありがたいということに入れていただいてありがたかったんですが、簡単に総論の大枠だけ説明いたしますと、やはりまず社会背景としてソサエティ 5.0 不足困難な時代、デジタル化オンライン化 DX 加速の必要性といったことがあると、そういった中で子どもたちに育むべき資質能力とは何かというのが右上に書いてあるところでございます。で進学修士同様量 ICT 活用両方とも大事だということで柱として考えているということ、そして日本型学校教育の成り立ちと成果、直面する課題と新たな動きについてでございますが、日本型学校教育というのは、その知と句体を一体で育む学校教育ということでございます。で成果としては国際的にトップクラスの学力の地域差の縮小、規範意識道徳心の高さといったことでございますが、逆に今日の今日の学校教育が直面している課題としては、多様化であり学習意欲の低下で教師の長時間労働であり、情報化への対応の遅れ、少子化、人口減少の影響、感染症への対応といったことがいろいろあるというところでございます。で今動いている新たな動きとしては、新指導要領、働き方改革、ギガスクール構想といったものがあるわけなんですが、こういったものをですね、その政界主義や同調圧力への偏りから脱却して、一人一人の子どもを主語にする学校教育の実現をするということを目指していこうということを示しているというところでございます。でその上で、ソサエティ 5.0、今日はもう本当、私よりもずっと詳しい方がたくさん聞いていらっしゃるので、私からここは触れないでおこうと思っておりますが、今、やはり劇的にその技術革新に基づくですね、その社会変化が起こっていて、そのサイバー空間とフィジカル空間が高度に融合したシステムが出来上がっていくと、しかしそうした中で人間中心の社会をどう作っていくかということが課題だろうというふうに考えております。そして社会背景の2としては、予測困難な時代というのがございます。この予測困難な時代に関しましては、実はその今の新指導要領が出来上がる時のですね、答申、これが2016年12月の答申なんですが、社会の変化は加速度を増し、複雑で予測困難となってきて、で受け身の観点に立つのであれば難しいと、しかし子どもたちが変化を前向きに受け止めていけばいけるんではないかということが書いてあるわけでございます。
ありますね。ですので、やはりその受け身の観点、まあ、対応何かに対処しようということではなくて、どうやって前向きに対応できしていけるかというのが大事であるというのが、その新指導要領の基本的な精神であったということでございます。で、まあ、1月の、今年の1月の答申でもですね、まさに新指導要領の答申でも書いてあったけれども、複雑で予測困難となってきているということが指摘されていたねということが改めて確認されていて、まさにその指摘が現実のものに今、コロナによってなってきているということでございます。そして、新指導要領のその全文なんですね。この新指導要領は、全文というのが新しくできたところも一つの特徴なんですが、初めの全文のところに、極めてキーワードになるところが書いてありまして、まあ、自分の良さや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として多様な人々と共同しながら、様々な変化を乗り越え、豊かな人生を切り開き、持続可能な社会の作り手となることができるようにすることが求められるといったことが書いてございます。そして、その全文の中に、その、まあ、いわゆる社会に開かれた教育課程の実現が重要といったことも書いているというところでございます。で、新指導要領の全体構造でございますけれども、まず特徴的なのはやっぱり何ができるようになるかということを非常に重視して作られたものであると。これは実は国際的にもそういう動きが強いわけなんですけれども、日本はそれをいち早く形にしたというところでもございます。で、何が身についたかということ、この二つを大事にしていくということでございます。そしてその柱としては知識、技能、思考力、判断力、表現力と学びに向かう力、人間性等ということになっています。そして真ん中に社会に開けた教育課程の実現がありまして、そして学校レベルではカリキュラムマネジメントをしっかりやっていくということになります。で、左下に何を学ぶかというのがありまして、右下にどのように学ぶかというのがあって、まあこれが主体的、対話的で深い学びの視点からの学習解析であるということでございます。で、学習指導要領の構造はですね、総則が結構肝になっていまして、その総則の中にですね、まさに何ができるようになるか、何が身についたか、何を学ぶか、子供の発達をどのように支援するか、どのように学ぶか、実施するために何が必要かといったことが、項目として、まあ、順番としてなっていて、総則だけで一つのものになっているというのが特徴になっています。そして、新指導要領のもう一つの特徴としては、これ、教科ごとの中身の部分なんですけど、それがですね、先ほどの資質能力の3つの柱ございました。その3つの柱にのっとって全部構造化されているというところでございます。例えば、目標をご覧いただくと、前回の旧指導要領で見ていただくと、すべて一文で書いてあったんですが、新指導要領ですと、まあ、括弧1に知識技能があって、括弧2に思考力、判断力、表現力があって、括弧3に学びに向かう力、人間性等があると。まず、この教科の大きな目標ってまず3本柱で書いてある。前まではそれが一文で書いてあったわけなんですね。そうすると、まあ、どこがポイントだかわからないというところがあったわけです。そして、内容レベルの部分で見ていただくと、私、中学校の数学ですけれども、まあ、同じように、文章をですね、より構造化したのが新指導要領ということになっていて、知識及び技能っていうのが明確に、次のような知識及び技能を身につけること、次のような思考力、判断力、表現力等を身につけることということで、構造化されていると。で、これどういうことが起こるかというとですね、例えば、正の数と負の数の必要性と意味を理解することっていうのがありますが、これが、例えば、まず、評価というレベルで言えば、まあ、この理解しているというふうに項目を直せばですね、それがどの程度できていたかという、評価の、まあ、基準、のり順と我々呼んでるんですが、の元のベースになっていくという構造になっております。まあ、それができたかということを単純に見ていけば、一定程度評価の構造が出来上がるということになっています。そして今の新学習指導要領になってからその高度化というのを今やっていて、多分桐生さんの方から説明いただきますが、そうした時にもこういった構造化は大きく役立ってくるだろうというふうに考えています。そして今日の本題になるのかなと思ってまして、個別最適な学びと共同的な学びの一体的な充実についての今の文科省の部分のまあ考え方というかをご参考にお示しできればと思うんですが、まあ、私は佐藤先生の言うとおり、それぞれの声最適があっていいともちろん思っておるんですけれども、経産省の考え方と、まあ、結論回答近いのかなとは思っておりますが、説明させていただきますと、まず個別最適な学びと共同的な学び、両方を、文科省、まず中央教育審議会の答申で示させていただいたところでございます。その上で、個別最適な学びというのは、個に応じた指導を学習者の視点から整理した概念というふうに整理しております。で、まず、その、個に応じた指導というのを2つの概念で整理しまして、1つが指導の個別化になります。で、これが、基礎的基本的な知識、技能等を確実に習得させ、思考力、判断力、表現力等や、自ら学習を調整しながら、粘り強く、学習に取り組む態度等を育成するため、支援が必要な子どもにより重点的な指導を行うことなど、効果的な指導実現、特性や学習進度等に応じ、指導方法、教材等の柔軟な提供設定を行うということでございます。ちょっと書き下しますと、一定の目標を全ての児童生徒が達成することを目指して、この児童生徒に応じて異なる方法等で学習を進めるという。
で、もう一つの概念が学習の個性化になります。で、こちらは子どもの興味関心等に応じて課題を提供するということになっておりまして、この個々の児童生徒の興味関心等に応じた異なる目標に向けて、まあ、取り組んでいくというところが視点というふうになっております。そして当然ですが、そうするとその先ほど話があったスタディログとかですね、そういったものもうまく活用しながら、教師の負担も当然軽減しながらやっていくということ。そしてもう一つ大事なのは、やはりその主体的に学習に調整するというふうに子どもになるようになるというするというのが非常に今回のある意味考え方として大事になってくると思います。この主体的に学習を調整する、これはかなり一つキーワードになってくるのかなと思っているでございます。指導の個別化にも主体的に学習に調整するところが入っているのも一つポイントになりますし、学習の個性化は当然その主体的に学習調整するが非常に重要なポイントになってくるということになります。そして共同的な学びでございますが、やはりどうしても個別最適な学びというと、その個の部分に注目が集まってしまいますので、やはり子ども同士、多様な他者と共同するということを強調した考え方がこちらでございます。で、一人一人の良い点や可能性を生かすことで異なる考え方が組み合わさり、より良い学びを生み出すというものでございまして、で、それぞれをしっかり一体的に充実して、主体的、対話的で深い学びの実現に向けた授業改善につなげていくという考え方であるということでございます。で、これが全体になった絵なんですけれども、女の子を中心に考えていくと分かると思うんですが、女の子は資質能力の規制を右側に向かってビーッと走っていって、だんだん大きくなっていく絵があるわけなんですが、その中でいろんな経験をそれぞれの発達段階に応じてしていくわけです。そうした中で、Society 5.0 の中で、なんていうんですかね、その子どもたちの自己実現もそうですし、他者との共存ですね、尊重していくこととか、あるいは社会的変化を乗り越えたりとか、あと個人の自分自身の自己実現、あるいは持続可能社会の作り手、そういったことを実現していくという方向感で、これをやっていきましょうということでございます。その上で、授業改善という観点で言えば主体的、対話的で深い学び。で、これ学習指導要領にもちろんしっかり全部書いてあります。特に今日の関係で言うと主体的な学びというのが個別最適な学びとより、親和性が高いというところがあるかと思います。そして、対話的な学びがより共同的な学びとまた、親和性が高いのかなというところであります。ただ、それが、それだけで一対一になっているわけでも話もないということでございます。また、個別最適な学びと共同的な学びが、左下の方にまずで書いてありますが、個別最適な学びで言えば、私が先ほど申し上げた、自ら学習を調整というのが、両方ともキーワードとして入っているということでございます。そして、私、学習指導要領の担当だったわけなんですが、そうですね、その時、教育課程部会という、中央教育審議会の下のところの、初等中等教育分科会のその下にある部会の事務局をやっていたんですが、その担当からこの4月から学習、ギガスクール構想の活用の方の担当を今やるようになっておりまして、で、それでその新学習指導要領とギガスクール構想の関係を整理したのがこのペーパーでございます。端的に言えば、上側の2030年の社会の子どもたちの未来を考えたときに、先ほど申し上げたような中央教育審議会の答申の抜粋があるわけなんですが、その中でそれを実現するために、全文に書いてあるような、まさにことを実現していくことを目標にすると。その上で、ギガスクールコースはどこにあるかというと、一番下の支えるものとして存在するというところになります。カリキュラムマネジメントにおける物的な体制整備の一つに位置づけられるという整理でございまして、その際にはやはり教育学習における ICT 活用の特性強みを生かして、重要な役割を果たすということが求められているということで、新学習指導の趣旨がより実現できるんだということで、今、私も担当として仕事に励んでいるというところでございます。そして、ギガスクール構想のその仕様で、ギガスクール構想今日いらっしゃってる方皆さんご存知なんですけど、ソフトがもともと入ってるんですよね、一定程度。ギガスクール構想で標準で入っているソフトウェアでどこまでできるかということと、それからその教育学習における ICT 活用の特性強みを整理したのがこのペーパーになっています。これ2016年にもともとあった懇談会のまとめを、ギガスクール構想バージョンにリニューアルしたものでございますが、一つ目がやはり多量の情報の取り扱い、容易な試行錯誤ができるという点になります。典型的なのが探究の学習の過程でありまして、これは私は正直ビジネスの世界では当然の当たり前の行動だと思ってるんですが、情報の収集でまずウェブブラウザを使っていきますよねという話。今までであれば図書館とか書物で当たっていたものが劇的にこれだけで変わります。あるいは整理分析で言えば表計算ソフトによってデータ等の整理分析ができるようになりますし、グラフ作成でそういった課題が共有しやすくなります。また、まとめ表現で言えば、小論文であったり、プレゼンであったり、そういったことを使っていく。こういう当たり前のことを学校の中でもやっていくということでございます。そして、あるいは困難が見られた子どもさんに、様々な学習動画であったりとか、デジタル教材をうまく使っていったりとか、プログラミングを行っていく。
こういったことですね。そして2つ目のポイントとしては時間的制約を超えた情報の蓄積、過程の可視化ということです。これ写真動画のもう撮影保存だけでもですね、相当程度学習過程の可視化ができるようになり、共有もしやすくなりますし、またクラス管理ソフトはどのソフトでもできるんですが、そういうので教師が見取りをしやすくなっているという状況にあるということです。そして3つ目、これ臨時休業期間中に特に言われた話ですが、空間的制約を超えた総合かつ瞬時の情報の共有、双方向性というところで、もうまさにウェブ会議機能、ファイル共有機能を使いこなすだけでですね、もう劇的に、まあ、教育学習の場が広がっていくということになります。これらがすべて今のギガスクール構想の標準機能でできるというところでございます。ここをしっかりまず、しっかり学校現場に使っていただけるように、我々としてもしっかり支援していくということでございます。もうこれだけで今までできなかった学習活動はかなりできるということになります。そしてこれちょっと飛ばしますが、それぞれ3社でもそういう今私が説明したソフトは入ってるんですよというペーパーでございます。まあ、いずれも入ってるということでございます。そして3月12日に、その利活用の通知出しておりまして、まあ、いろんなポイントがあるわけなんですね。今の時点でいくと、例えば端末の整備の活用のレベルでまだ苦労されている自治体もございます。個人情報保護の話もまあ問題になったりもしましたし、あるいはその、デジタル教科書も今実証しているところで、またそして ICT の指導活用力も大事、あるいは情報モラルみたいなものも大事であるということですね。それから健康への配慮、これもあとですね、相当程度気にされている方いますので、ここはしっかり配慮しなきゃいけない。そして保護者や地域と同じ思いでやっていかなきゃいけない。まあ、そういったことのですね、考え方を整理した通知を出させていただいています。原文は載っておりますが、こちらの方でございます。で、これがポイントになっておりますが、ちょっとまあ、一つ一つ言うのもあれなので飛ばさせていただきます。で、今、私が特にやっている、仕事の話をさせていただくとですね、ギガスクール構想の中でやはり大事なのは、まあ、子供がもちろん最終的にできるようになるのがゴールでございますけれども、やっぱり教師が一人一台端末を利活用した実践を行うように、なんとか持っていきたいというふうに思って取り組んでいるところです。で、そうしたときに、まあ、これちょっと氷山モデルなんですけれども、令和2年の9月前に整備されてた自治体は 4% になってございます。逆に言うと 96% はですね、令和2年10月以降に整備された自治体で、かつ、令和3年3月、いわゆる年度末ギリギリですね、これが 50% 弱を占めているという状態になります。そうすると、今までですね、まあ、これは私たち、私もサラリーマンですので感覚はわかるんですが、いきなり年齢が高い方が、例えば PC がやってきてすぐ使えといった時でも、なかなかやっぱり、まあ、難しかったなって、私も、自分が入った時の入省してからの20年間を考えてもそう思うんですが、まあ、そう考えると、これは、言うほど簡単ではない話でございます。まあ、そうした時には、やはり、初めは試行錯誤で、大事だと、パイプとってありえないんだということをしっかりとやはり認識、もう皆さんもしていただくし、学校にもそういうふうに言って、安心してとにかく失敗していいんだということで、言っていかないといけないということがあります。そして、やはり教育委員会がしっかりフォローしたりとか、することも当然大事になってきますし、そして私、ここを強調したいんですが、やはり、できてる自治体や、今もそういう先生方いっぱいいらっしゃるんですね。その SMS 等で、どんどん勉強会を開いていただいて、横展開をしていただいている。そういう取り組みが本当に大事になってきます。やはり、一人の取り組みでどんどん抜けていただくことももちろん大事なんですが、できる先生方、できる学校、できる自治体がですね、他の自治体も、助けていただけるようなですね、形に持っていけるとありがたいなというふうに思ってます。そして我々はそういうところをしっかりと、そういうところ頑張ってる自治体はしっかりご支援もしていきたいと思いますし、そういったことで、なんとかお互いに助け合って共同自走できるような体制を構築していきたいと思っているということでございます。で、そういった意味で今、StudyX スタイルというホームページをやっております。で、まず一つ目、左側なんですけど、慣れる、つながるというところを強調させていただいております。まあ、先ほど言ったような状況でございます。ですので、もう初めは本当に、それこそ本当に簡単な話からですね、まず使っていただいて、便利なところを実感していただくということが大事だというふうに思っております。で、そこがしっかりできることが、やはりその後の強化の活用、あるいはそれを超えた活用につながっていくというふうに考えておりまして、で、今、おかげさまでかなり、このホームページもいられるようになってきていてですね、メールマガジンも今配信させていただいてるんですが、メールマガジンとスタディ X スタイルを完全に今連動させていて、メールマガジンにご登録いただければ、スタディ X スタイルの大幅な、更新は必ずそのタイミングで出すようにしているので、まあ、割と簡単に、ホームページの更新と、の情報も取れるようになっているということですので、もしメールマガジンをご登録いただいてない方が今日ご覧いただいている中でいるとしたら、ぜひご配信、ぜひ登録いただければと思っております。そして先日各教科等での活用もさせていただいておりまして、これもやはり
今までの教育の支援をうまく活かしながら、どうやってそれを、その ICT を使いながら両立させていくかということで、文科省にいる専門家である教科調査官を中心にですね、事例を作ったということでございます。今、ですので、私、今までともすれば、その、情報教育と、その、教育課程一般というのが連動どれだけできていたというところがあったかと思うんですが、もう今完全に一体のものとして取り組んでいるということが、今回、の非常に大事なポイントだと思っております。で、スタディックスタイル、どんな事例が載ってるかと、これ、簡単な慣れるところの事例なんですけれども、例えば、欠席連絡をデジタル化していこうとかですね、部活連動連絡であったりとか、あるいは、職員会議のペーパーレスみたいな話ですね。公務の効率化みたいな話も当然やりながら、そして、その下、子供たちが一日中どんなことで、例えばやっていけばいいかみたいなものの、本当に、なんていうんですかね、どの OS でもできる、しかも無料でできる。ものをですね、載せさせていただいています。そういったもので、まず、どんな環境でもできるんだよということで、しっかりとエンカレッジしていきたいと思っているということでございます。で、今、スタディ X 推進チームというのも一応私の方で、させていただいているんですが、そこでやはり情報交換プラットフォームがすごく大事だと思っておりまして、やはり、それぞれのレベルでネットワークをどんどん作っていただいて、そしてお互いに助け合って自走できるような環境づくりをしようと思っております。で、今回、私たちのチームの特徴はですね、これまでどちらかというと文科省というのは、相談があれば相談に乗りようというスタンスではあったんですが、むしろ今最近はですね、そういうことではなくて、我々の方から都道府県教育委員会等に連絡をして、例えば、ウェブ会議を一緒に主催しませんかとかですね、研修みたいなものを一緒にやりませんかみたいなこともやってる、プッシュ型でかなりやらせていただいてます。もちろん、人員的には限界がありますので、ね、できることには限界がありますが、もう気持ちとしては、とにかく我々から向かって課題を取りに行くというやり方をしているということでございます。そして、いろんな研修の、システムがあります。で、これから、いろんな取り組みがなされていって、オンラインの研修っていうのも、やっぱり研修はですね、私はやっぱりオンラインにすることによって、劇的に、場所を集めなくてよくなりますので、簡単にできるようになると思っております。そういったこともしっかりやっていかなきゃいけないですし、オンデマンド型の教材もフルに活かしていただくということが大事かなというふうに思っております。特にこのコロナ禍でありますので、オンライン研修の価値というのはより高くなっていると思っているところでございます。そして様々な支援制度があるわけですが、ICT 活用教育アドバイザー、ギガスクールサポート、ICT 支援というのがあって、こういう人たちもですね、まず特に今はものすごく本当に重要が高いですし、こういう方々ときちっと連携しながら、良い ICT 環境を作っていくということが非常に大事だというふうに思っております。で、そして、最後のまとめの話になりますが、未来とギガスクール構想ということでございます。で、私、やっぱり教育、に携わるものとして、常に思いますのは、やはり将来を予測しながら、今の教育というものを考えなきゃいけないだろうということだと思っております。では、2040年頃どういうことが起こるんだろうというのがまとまったものですが、Society 5.0 というのがまずございます。サイバーと、それからフィジカルがより混ざっていくということになるんだろうと思います。それは、なかなか今、どれだけの技術革新が起こるかも、なかなかイメージもできないようなところもたくさんあるのかなと思っております。そして、もう一つ大きいところが、やっぱり人生100年時代というのは非常に大きいのかなというふうに思っております。2007年生まれの子供の 50% が到達すると期待される年齢が107歳というのは、今の中1、中2の年齢の子が107歳まで半分の子が生きるということになるということと、人生のライフステージがこれまでのような単線ではなくて、伏線になっていくということになるかと思います。障害学習の観点もより大事になってきます。学び直しみたいなのもより大事になってくると思いますし、そしてやはりいろんな役割をいろいろとこう、なんていうんですかね、入れ替わり、立ち替わりになっていくような姿がこれから来るのかなと思っております。で、ですので、やはり高齢の、今高齢だと言われている方も実は若者であるみたいな話なのかなと思ったりもしていてですね、私も島根県に3年間出向してたんですが、やはり思いますのは、もう島根県だと本当にその高齢と言われている、いわゆる65歳以上の人も若者として、やられてることはよくあるわけなんですよね。高齢化するというのは、ね、いくつになっても元気でいる人は元気でいるということなのかなと思ったりもしているというところでございます。そしてICT の話も当然ですが、もう全年齢で取り組んでいくということがまた大事であるということになります。そしてグローバル化でございます。グローバル化に関しては在留外国人数や海外在留邦人数というのが増えてきていますが、これ私ちょうどこの今の2年ちょっと前まではですね、英国の方にいたんですが、もう本当に今増えてますね。国際結婚の方が増えてて、それで英国に住んで、要は英国人の夫と、それから日本人妻という組み合わせが非常に増えている印象もございまして、そういった中で、やはり、よりこう、
グローバル化が進んでいくということはもう間違いないだろうというところでございます。これはコロナが終わったら劇的にまた進んでいくんではないかと、個人的には予想しております。また人口減少社会です。これも先ほどの島根県の例で言えば、島根県は20年間当時、いわゆる人口減少が進んでいると、人口ピラミッドがそうなっていると言われておりましたが、まさに日本全国が今そういう課題になってきていると。一部の本当大都市だけがまだピンときてないかもしれないですが、これは本当に深刻な問題でして、こういった中で ICT をどうやって使っていくかということ、あるいはそれ以外の技術をどうやって使いながら、その豊かな社会を作っていくかということは本当に大事な観点だというふうに思っております。そしてその第一歩というのが、私はギガスクール構想だろうというふうに思っております。ギガスクール構想で個別最適な学び、共同的な学び、公務の効率化、教育のデータの利活用による効果的な学びの支援を進めていくということになりますが、まず短期的にこれを全員で取り組んで、そしてその後のですね、世界につなげていくという思想が大事かと思っております。やはり私はやっぱり、なんていうのか、みんなでやっぱり、初めの一歩を取り出していくように、自分の仕事は今そこに集中をしてやっているというところでございます。そういう意味で言うと、今日ちょっとテーマ的に少しこう、なんていうんですか、現場感のある話ばかりだったと思うんですが、しっかりとまず、今目の前にある課題をしっかりと取り組んで、解決していきたいというふうに思って取り組んでいるところです。ご清聴いただきまして、ありがとうございました。板倉さん、ありがとうございました。改めて教育現場の今の抱えている課題と、それに対する今の文科省板倉さんのお考えを理解することができました。特に僕が質問したかったところというのが、指導の個別化と学習の個性化というところですね。いやいや、ちょっと勉強不足の段階で、思ってたこととして、やや言葉が先行するような、ちょっとつかみにくい意味だったように聞こえていたんですけれども、その中に、先ほどのデジタルテクノロジーを活用した個別最適化を推進する上で、そのテクノロジーがどこに機能するんだろう、その個別の指導の個別化、学習の個性化において どこにそのテクノロジーが具体的に機能していくのかなっていうふうに、疑問を持っていたんですけれども、今のお話を伺って、まさにその、例えば資料シェア、クラウドでシェアをするだけですとか、検索機能を上手に使うとか、メールを使うとか、まさにそういった汎用技術、本当に今パッケージされている汎用技術を、使うことによって劇的に教育の現場が大きく変わるんだっていう、そういった力強いメッセージに受け取りましたけど、その上でですね、これ一緒に考えていきたいと思います。本当に板倉さんも大きな課題だというふうにご認識されていたと思うんですけれども、簡単ではないと、現場がですね、そうは言っても現場がそれを上手に使いこなし、これまでのいわゆる教育の型からですね、抜けながらというかな、一つ一緒に組み合わせながら新しい学びのスタイルや教育のスタイルというのことを作っていくというのは非常に難しいとおっしゃってました。これ一緒にぜひ考えていきたいと思うんですけど、どうしたらですね、もっと言うと我々がまたは外部がどうやって今のその教育現場に力を貸したい、またはその支援できるんだろうか、何かこういうことをぜひっていうことがあればぜひお伺いさせていただきたいんですけれども。はい、ありがとうございます。私やっぱりポイントはですね、みんなの第一歩が大事なんだろうと思います。なので、なんていうんですかね、やはり、誰かができないからダメだとか、例えば私、今は差があると思ってます。都道府県、市町村ごとでかなり差があると思ってますが、格差といって思考停止になるんではなくて、その差は簡単に埋めることができると思います。まさに、その気持ちが分かってきて、その第一歩が組めれば、どんどん ICT の話の汎用、例えば先ほど佐藤先生がおっしゃったような汎用性のある技術を使えるということが分かるだけで、どんどんそれは面白くなっていくというのは経験的に分かってますので、加速度的に良くなっていくので、まずみんなの第一歩をやっていくということが大事。ですので、できれば外部の方も、できてない方を責めるというよりも、どうやったらその方たちにサポートして支援できるかということで取り組んでいただけるとですね、もう私としてはもう本当にありがたいと。もう本当に老若男女、もう誰でも参加していくということが特に大事だというふうに思っています。これあと森田先生もちょっとお伺いしたいと思うんですけども、まさに先ほどおっしゃっていたその知さのですね、調査だったかと思うんですけれども、いわゆる学習方略、いわゆる紙からそのデジタルに変えることによる方略がこう変わってくる、でこれは将来大人になる上でおそらく必要になるから、
これがまあ最低限のまあリテラシーであるということを位置づけて、活用をその初中途の頃から活用していこうというこういったあのリテラシーに対してですね、まだ不必要なんじゃないかというですね、まずこのスタートラインに立ててない、議論というのもまだまだ湧いてくるんですね。このあたりというのはその文科省からもぜひ強いメッセージというかですね、もうベクトルというか、今日もあの力強くいただきましたけれども、これ出す必要があると思うんですけれども、どうですかね。全くその通りです、はい、いや全くその通りなんです、もう本当にどこの地域にいる子も絶対もう今はあんまりかかってなくても大人になったら間違いなく必要になってくる力であって、それは子どもの頃からやった方がいい面が非常にありますので、そこはしっかりと我々としてもそのまさに全ての地域にですね働きかけを増していきたいと思っているところでございます。はい、ありがとうございます。森田先生、何かご質問ございますか。はい、時間も押しておりますので簡単にコメントさせていただきます。いや今素晴らしいプレゼンテーションを伺いまして、これが1年前2年前にいろいろと文科省でやってらっしゃったことと比べますとですね、すごい画期的な変化で素晴らしいことではないかなというふうに思っておりまして、未来の教室 の, グループも、若干なりとも貢献できたとすれば大変嬉しく思っているところでございます。特にいくつかご指摘になりまして、それぞれ大変感動したんですけども、何ページですか、それで言いますと19ページぐらいかな、いわゆる大量情報をみんなこうアクセスできるようにしてくるとか、あるいはそのいろいろな意味で見えなかったものを可視化をしていく、そしてさらに言いますと空間的な制約を超えた形でのコミュニケーション、情報のつながり、これは私は大学の方で教えておりましたけど、やはりすごく重要なことだと思います。これによって地方でまさに人口が減ってくるような小さな学校であったとしても、都会にある学校と同じような形でですね、勉強の環境というのはできてくると、これを整備するというのは素晴らしいことだと思いまして、そのために、ソサエティ 5.0 とか、まさにその一人一台で使いこなせるように、する、子どもたちはこれ多分そういう世界がパソコンとかタブレットを使ってそういうところに接近できるということを理解するとどんどん入っていくんじゃないかなと思っておりまして、期待をしております。頑張っていただきたいと思います。ただ一点だけちょっと質問させていただきますとですね、その未来の教室の、中でいろいろ議論になったところですね、やっぱりその教室とか、学校とかという、概念イメージはですね、これは残るんでしょうか、もうそれも変わってくるんじゃないかと、バーチャルなんじゃないかという議論が出たんですけれども、その点はいかがでしょうか。そうですね、森田先生ありがとうございます。非常に最後のご質問は非常に難しいご質問でありますが、技術の革新であるとあらゆることは否定できないんだろうと思っております。ただ現時点で教育の水準を確保しようとすると、やはり現在実際リアルにある学校というものを中心に持っていくのが一番子どもたちのためになるとは思っております。ただ将来の可能性はいくらでもあると思いますので、VR とか、いろんな技術がある中で、どういうような、形ができてくるかというのは我々も注視していきたいというふうに思っております。ありがとうございます。ありがとうございました。よくわかりました。ありがとうございます。本当に板倉さんのような方がですね、こういった力強いメッセージ出していただくということは、もう本当に現場にとってもですね、なんていうかな、これから前に進もうという現場 の方々については非常に心強い言葉だと思います。ただまだちょっと今日はね、私の方も綺麗なところでまとめてしまいましたけれども、本当は現場はまだ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 ですね、これちょっと分かりません、数字で言うのもなんなんですが、半数以上はですね今のような思いに至ってはいないと思います。で、でもですね、やはり私たちはそちらの方向に行くんだぞっていうベクトルを力強く示し、やはり少しずついい事例を作っていくしかないのかなというふうに今日板倉さんのお話を聞いてて、改めて思いました。そういった事例を教育、いわゆる文科省内、学校内だけじゃなくてですね、外部の方からもいろいろ手を出させていただきながら、越見行為かもしれませんけれどもですね、いろいろ手を出させていただきながら一緒になって考えていけたらなと思っています。本日は板倉さん、お忙しい中ありがとうございました。この後パネルディスカッションもありますので、ぜひよろしくお願いします。また後ほどよろしくお願いいたします。それでは一度失礼いたします。ありがとうございました。ちょっと板倉さん、今日お時間が少し前半戦ないということですので、ここで締めさせていただきたいと思います。森田先生、いかがでしたか。
素晴らしいプレゼンテーションだったですね。でもね、本当に。はい。まあなんか褒め殺ししても仕方がないんですけど、もっとね、ガツガツ突っ込みたかったところではありますけども。はい、いろいろなことがですね、まあこれまでも、いろんなところ言われてはいたんですけど、なかなかその、文部科学省の方で教育のって言いますと、いろんな方もいらっしゃいますので、やはり確実なところをこう歩んでいくっていう、まあそういうアプローチが多かったと思いますけども、まあいろんなところが、それがこうかなり大きく変わってきて、まあこれから期待できるところだと思います。まあただこれ試行錯誤していかなければなりませんので、これをやったら必ずうまくいくというものではないと思います。まあそこをどういう形でいいところにを見つけて、まあ、その試行錯誤の中から、あるべき方向というのを探っていくのか、それがまあこれからの課題かなというふうに思ってまして、まあ、そのために、まあ、今日のテーマではありませんけど、それこそデータというものがですね、非常に役に立つ、有効だし、それを使わなければいけないんではないかというふうに思ったところでございます。ですね。はい、まさに、テクノロジーを活用したいわゆる社会実装っていうのは、社会実装っていうのかな、まあ、利便性の向上みたいなことっていうのは我々も日々やってるんですけど、それの教育現場っていうのはまさに今の現場、板倉さんがおっしゃってるような、その見てらっしゃるような現場じゃないと、試行錯誤の結果、知恵っていうのはそこから生まれてくるわけですよね。そこから出てこないとやらされてることになってしまいますので、やはり教育現場の試行錯誤っていうのはとっても重要かなというふうに思います。では次のセッションに参りたいと思います。ありがとうございました。